おはようございます。西田渉です。えー、11月20日土曜日ということでね、おそらく今日は天気がいいでしょう。えー、前日、前日収録をしております。えー、今日なんですけれどもね、えー、こちらのサブチャンネルとメインチャンネル出します。メインチャンネルはね、今日はカメラ対談っていうところで出しますので、高沢圭く君と、えー、モノグラフのね、えー、堀口さんとね、対談したっていうことで、非常にね、熱く盛り上がったカメラ対談になりましたので、奇跡のコラボ対談第2弾、ジェットさんに引き続きっていう形でね、 ぜひとも楽しんでいただけたらと思います。もう本当にね、カメラ好きが3人集まると、とんでもないモチベーションとテンションの高さになるっていうところがね、えー、如実に出たっていうところの対談になってね、非常に面白く見応えのある対談になっておりますのでね、ぜひとも皆様、えー、楽しんでいただけたらと思っております。あと、今日は特筆すべきはですね、やはりこちら、ドドンと、はい。 えー、ゲイズボリューム2、仕上がりました。いよいよね、さすがです。山田写真製版女さん、非常に美しいね、えー。ゲラとは明らかに違うクオリティの高い印刷を。 バチッと出してくれたので今日11月20日はまずは西田塾の塾生の皆様とのフォトウォークをやるその後に13時15時でね今日はもうチケットは販売終了しているんですけれどもこちらのサイン会を行いますですが13時15時以外でもね今日11月20日から30日まで、えー、中目黒のねフレームスカフェに行って写真展やっております今日の20日から30日までの10日間はねいつ来ていただいてもこちらゲイズボリューム2 はえー、ご購入いただけますのでサイン会はね今日の13時15時で行いますが。 それ以外にもね、えー、ぜひお越しいただいて、本当にね、えー、自分で言うのもあれなんですけど素晴らしいクオリティのね、えー、印刷と、そして作品とっていうところでね、写真集に仕上がりましたので、ぜひともお手に取ってね、ご覧いただけたら嬉しいかなと思っております。それ以外にもね、こちらワン、ワンもね、ボリュームワン、ゲーズボリュームワンももちろんね、ご購入いただけますので、えー、と合わせてね、えーと、買っていただくとかね、そういったこともできますから、ゲーズをね、どんどん3ヶ月に1回、 ずつの写真集を発売発表していくっていうねプロジェクトでございますそちらのボリューム23ヶ月前に出たゲイズ1ねこれこちら30分で完売したってことで是非ねこちらもね大人気売り切れ必至のっていうところなのでね是非とも今回ご購入いただけたらと思いますのでね何卒よろしくお願いいたしますっていうところで本日なんですけどもイオ、e、s R3 僕の分来るかな問題ドキドキしてきましたっていうところでね、えー、お話しようかなと思っております 何気に、えっと、本当に特別にね、えー、と発売前の試作機っていう形でねキヤノンさんから3日ほどお借りできたんですよね本当に幸せなことにねありがとうございますキヤノンさん。で撮影していて本当にね視線入力だったりとか、えー、レスポンスね、えー、とあと合成ボディ剛性あと思いのほか軽い1キロっていうね、えー、素晴らしい。 カメラに仕上がっていて、実を言うとちょっとね、R3 ロスになっているような状態だったりはするんですが、まあ、とにかく発売日が、えー、と27日に決まったのかな、どうだったっけな、ごめんなさい、えー、発売日が決まったんですよ、とにかく、えー、と26、7かな、で、27かな。 土曜日でしたよね、確か珍しく土曜日かっていうね、感じなんですけれども、27日だ、土曜日なんですけれども、えっと、視聴者の方々からね、結構 R3 の動画出させていただいてて、先行でね、メインチャンネルで。で、コメントとかいただくと、えっと、例えばご自身が10時28分に予約を入れたってなると、もう来月、12月か1月あたりになるんじゃないか。ですが、えーと10時2分。 10時から予約開始だったんですけど10時2分にバッと予約入れた方に関しては OK っていうところ確約取れたとかっていうところで僕も確か、えー、と10時にはもう鬼電して即予約したんですよねなので僕も多分初期ロットの方に入ってくれてるのではないかっていうところを願っているっていうところでまあ手に入らなかったら手に入らなかったでねまあ細々とまた。 またといいますか大好きな R5 とかを使って撮影していこうとは思っているんですけれどもでも是非ねやっぱすごい素晴らしいカメラだったので。 あのー、ぜひともね届くと嬉しいなっていう思ってる次第ですねなのでな本当にこのもうキャノンもねおそらくまあもう本当に僕究極は今戦後だと思っていてそれぐらい物流が止まってしまったり世の中がね、えー、と本当におかしな状況にな,ならざるを得ない状況が2年間続いたわけですから、えー、ともうこれはしょうがないと企画を商品の企画はあったとしてももういかんせんものとかの生産が止まってたら作れないっていうのはねもう 当たり前の事実ですからねいろんなものがバーンと一回行こう行こうとしてるのにせき止められてるような状態になっているわけですからこれが今ねドーッと流れ出そうとしててもある道は決まってる中で流れようとしても限界はあるということでえー、ともうどのものも全てですよ以前ねメ,、えー、とメインチャンネルの方で僕がね53万円ぐらいした MacBookPro を開封開けましたモニターつきませんみたいな感じになって初期不良。 だったわけですけれども、MacBook Pro の16インチですが、よし、じゃあもう返品返金の手続きを取りました。じゃあ新たに注文してくださいと Apple さんから言われたので、じゃあ注文するぞってなって自分の新たなスペックを入れて、えー、っと注文するってなったら1月6日、もしくは11日の、もう来年でした。なのでこれもしょうがないことです。もうなぜなら、えー、っと今はもう、えー、っと、 戦後なんでですすっていいいいう、ね、考え方でいいと思いますもうなので、えー、とそれぐらいの価値観というか考え方を持って生活しておけば、えー、ともう2年前の、ね、生活は普通じゃないんだとあえて買いたい時に買えるとか物が潤沢にあふれてるとかそういったものにりか一回生産をするというものに関しては一回止まっちゃってるというところでねなのでこれを一回ゆっくりゆっくり戻していく過程になるのでおそらくあと1年。 ぐらいははかかかるのででないいしょうかいろんなものがスムーズにね、えっ、ー、と、くようになるにはっていうことで、ここはもう長く気長に待ちましょう。ですが、一人のね、えー、と欲求、欲望としては、カメラ好きの欲望としては、ぜひともね、えー、初期ロット、EOSR3、えー、e、R 一番最初に手に入ると嬉しいなと思って <laughs>、えっと、あげた動画でした。皆さんもぜひコメント欄にてね、 今回普通ですと例えば R5 の時どうだったかなっていうふうに考えると確か 10, 10時に予約開始で11時ぐらい約最初の1時間ぐらいが何て言うのかなこの、えー、と初期ロットなのかそのあとなのかっていうね、えー、発売が夏秋ぐらいだったのが年またぎっていう方も、ね、いらっしゃったと思うんですよね R5 ってねそれがやっとね今いろんな意味で安定して欲しい時にも 買えるカメラになったと R5、R6 がねましてもう R6 とかに関しては今もねつい最近かなまた3万円のキャッシュバックが行われていたり EOSRP 今回すごいですよねちょっと話はずれますが今今まではボディが1万円のキャッシュバックだったのが1万5千のキャッシュバックになっているということでいよいよまたねこれ新たにちょっと動画にもしようと思っているんですがえっ、ー、と新品買っても事実上9万円台で間違いなくえっ、ー、EOSRP が購入できるということでちょっとキャッシュバックキャンペーン またビザのギフトカードバッグなのか、ちょっとその辺を調べてなかったので、またちょっと調べてね、情報を入れたら改めて EOSRP の魅力、そして9万円で買えるフルサイズっていうところで、魅力含めてね、お伝えしようと思っておりますので、そちらはね、また改めてご紹介いたしますっていうところで、今日はね、R3 ですよ。本当にこの皆様、えっと、確約された方、もしくは、何時何分の予約で、 ダメだったとか今確かコメント欄でいただいたのは10時半ぐらいで、えー、ともう開始30分でね、えー、もう次の月のロットになっているっていう12月ぐらいのロットになっているっていう噂を聞いているっていうところなのでもう本当に最初の予約開始の10分ぐらいが本当にこの、えー、と運命の分かれ道と。 いうこととななのかなと確かキヤノンさんも、えー、と前半もう午前中5個ぐらいの段階で700台ぐらいは、えー、とオーダーをいただいたとそれが確かキヤノンオンラインショップだったかなでマップカメラさんもねまあ、えー、とサーバーがダウンしたりとか本当にねとんでもない状況になっている、えー、昨今なのでね本当にこういや本当に欲しいけど買えないっていうねましてやあれですよ70万円のカメラですからね。 もちろん値段もすごいにもかかわらず70万円のカメラが、えー、と買いたくても買えない状況になるという本当に異常事態が起こっているというのが現状かなと思いますが逆に言うと裏を返せばそれぐらいあのカメラそして写真に対しての、ね、モチベーションが高い方がいかに多いかということの、ね、裏返しとも取れるのかなと思っております。まあ 世の中のね建前上でいうと写真の産業カメラ産業というのは社用産業とかって言われたりはしておりますまあ、昔のね売れ方とか売り上げが異常だったっていうのもあるんですがもちろんねこの辺のスマホで、ね、だいぶ写真っいうものはいいじゃないかっていうふうになってきているのでまあ、売り上げが、ね、昔みたいに育児がうん万台出るとかコンデジがね それがあるわけがないという前提で考えたとしてもこのハイスペック機ですよね、やはりこう未来を感じる最先端の最高峰のカメラというところになるとやはり、ね、僕ら、いかにこうカメラ写真のモチベーションが高い人が多いのかというところで、ね、やはりパワーを感じますよね、国内だけでも、えー、とサーバーがパンクするぐらい予約注文が殺到する、Z9 もそうですよね。なんで 本当にこの1年後ぐらいにいろんな意味でものの供給が落ち着いてきた時にはね本当にまたカメラ文化っていうところとか新機種も含めてね本当にワクワクしますよねっていうお話も併せてしておきたいなと思っております。というところでね今日も健やかにお過ごしください。是非ね今日握手あ,あ握手会じゃないサイン会とかにねお越しいただける方とかいらっしゃいましたり、えっとまあ、僕も大体えっと まあある程度いますので本日はね、えー、フレームズの中目黒の方にいます。 まあ大体5時過ぎぐらいまでもう友達とねちょっと会食したりしてると思うのでぜひともあのー、サイン会にねお越しいただけない方もフラッと寄っていただいていましたらね声かけていただいて、まあ、場合によってはねその時にサインとかもあのー、できると思いますのでぜひともね、えー、お会いできたら嬉しく思っておりますなので2021日とかもいますのでサイン会ありますしねあと28日ですね今月はねその3回ぐらいは確実に、えー、とフレームスにいて皆様とね いろんなお話とかもできたら嬉しいかなと思っておりますので何卒よろしくお願いいたします。というところで今日もスカイいイのお過ごしください西田あたるでした。どうも